い、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さあ、今日ニュース見ててですね、錦織圭君と、女優モデルさんか、水木亜子ちゃん、結婚なさったということで、はい、早速ね占おうと思ってるんですけれども、実はね昨日の夜にニュース出てたんですけども、なんかもう忙しいって忙しいって、今日もね、朝からバッタバタやったんで占えなかったんですけれども、こういうね時事ネタはもうスピード勝負なんですけれども、これで5000再生ぐらい俺ちょっと損したかなみたいな感はあるんですけどね、まあまあまあいいです、めでたいことですので。まあただね、なんかもうこの有名人の結婚占ったってあんまりええのが出ないというか、うん、占い的にだからもうごたごた言われんのが大変や、もううっとしいわーいうのが出んのかな、うん、なんかねどうなんでしょうね。でね、この2人の結婚、ちょっとヤフーのなんていうの、各自いろんな意見書いてるんですが、あんまりなんかええこと書かれてへんというか、なんというか、うん、はい、そんな感じですのでね、2人来てくれて手相バーンしてくれるのが一番なんですけども、はい、2人いないということで、結婚占ってこんなカードが出たも最高なんですけどね、相手として申し分ない、結婚相手として大丈夫みたいな意味になるんですけどね、さてさてさて、何が出るやら。はい、錦織圭君と水木亜子ちゃん2人どうなるのか、タロットカードで占ってみたいと思います。はい、ではね、この2人の結婚がどうなるのか、まずちょっと錦織君目線から見てみたいと思います。はい、これ錦織君目線で、まあ、亜子ちゃんに対して結婚することによってどうなるのか出しました。これまあ近い過去、今未来なんですけれども、ここがね、まあまあまあいろいろ節制できてた、うまいこと言ってた、ただなんかちょっと我慢せなあかんこともあった、話聞いたらな、ね、もういろいろご両親とかが反対してたんかな、どうなんやろな、うん、ほんでね、それ乗り越えて、こうバランス取れてる状態、はい、そんな感じですね。講師のバランス、自分のね、テニスプレイヤーとして、の錦織選手、あとはまあ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 、私生活の方でも、まあこうバランス取れてる、まさか二股やないと思うんですけどね。これ出たら結構、天秤のカードやから、はい、もう二股 OK! みたいなね、時もあるんですけど、これはまあ講師のバランスやと思います。ただね、今ちょっとこう希望見えないみたいな部分、あんまりジブルというか、まあまあしたものの、うん、俺ほんま大丈夫かな、そんなんはあるんかもわかんないです。あとやっぱり、いや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 、周りがね、どのこの言うてくるか、そういうので、ちょっとなんかもう、俺らほんま大丈夫なんかな、みたいなのはあるのかもしれません。未来的になんですけど、まあ未来というか近い未来なんですけど、まあこれ充実する。まあ、うん、楽しいんじゃないですか。ほんで、まあここはそんなに、悪くはないです。まあ、なんというか、ね、周りのうるさいのもしばらくして収まるでしょうし、まあ程なくして、まあ太陽さんさん出てますんで、まあ錦織くん結婚することによって、まあある意味ね、守るものができたというか、うん、いい方向に行くのではないでしょうか。うん、そんなに錦織くん目線では今ちょっとね不安、はい、そんな出てますけれども、まあうまいこといくカード出てますので、充実する、お金大丈夫、太陽さんさん、そんなあんのかな、子供とかできて、俺テニスプレイヤーも不安定やし、プレイヤー辞めたとして子供を嫁食わしていけんのかな、そんなあるんちゃうかな、それが不安なんちゃうかな。ただ、うん、大丈夫やと思いますよ。それはまあなんかコーチしたりね、なんやかんやして、もう YouTuber もやったらいいんですよ、しばらくね。はい、そんなこんなで大丈夫やと思います。はい、錦織くん目線で見たらそんな悪いのは出ておりません。続きまして、水木亜子ちゃん目線で出したいと思います。はい、では水木亜子ちゃん目線で錦織くんと結婚するとどうなるのか出したいと思います。こちら水木亜子ちゃん目線、錦織くんと結婚することによってどうなるのか出しました。
あのね、一時はちょっと結婚一回やっぱり反対されてあったんかな、我慢、高校なんか契約ごと、これももろこう出てた結婚 OK なんですけど、法律ごととかね、こう出てますんで、まあ、転職、仕事、結婚ごとちょっとダメみたいな意味になっちゃうんで、それで我慢みたいな時期、ほんで、どん底感もあったと思うんですよ。ただまあ、結婚をした、この人の方がしたかったんかな。彼女と彼女にとって、これ恋人のカードとよく似た、意味になります。彼女と彼女にとって大事な人、人気の馬が馬車引っ張って一緒にガンガン行っていい。まあ、結婚できて、よかったな。ただね、さっき錦織君ので希望見えない出てたけど、この人のでもやっぱりちょっと出てんのよな。やっぱり不安な部分あんのかな。またそれをすることによって叩かれる、言われる。で、どうしてええかわからん。この先、私こんだけ叩かれてどうしたらええの？そんなんとかもあるんちゃうかな。ただまあ、ほとぼりは冷めてきます。時間も経てば、まあ、落ち着いてくるでしょう。これこう出てたら、まあ、ちょっと悪い状態がしばらく続くでみたいな意味になるんですけれどもね。この状態で、このね、忍者のカードが正位置で出てたらね、逆出てるんで、まあ、悪い状態そんなに続かないみたいな意味になりますので、まあ、しっかりね、錦織君が不安取り除いてあげて、ね、まあ、アコちゃんも YouTube でもやってみて 錦織君の嫁になることで、まあ、知名度もまた上がるでしょうし、そんな感じで、お二人ね、力合わせて頑張っていっていただきたいと思います。手放しでもやっても、もう幸せ、二人ももう大丈夫、大丈夫じゃないんですけども、結婚生活でそんなもんやと思いますからね。今まで一人やったんが、二人になると、いらんこと考えなあかんことも出てきますが、その分ね、正しい、楽しいことも増えてくると思いますので、責任感も出てくると思いますし、その責任感がね、プレーの方にも、錦織君のプレーの方にもね、いい方に傾けばいいですし、水木亜子ちゃんも仕事続けるんですかね、いい方に、影響すればいいと思います。そんな感じでございますので、そこまで、まあ、悪くはないですよ。そんな感じでございます。いかがでしたでしょうか。まあ、そんなにね、悪いのも出てないかなと思うんですけれども。でね、カップルの人とかね、まあ、よう、来られるんですけど、本当はもう一番は二人で来ていただいて、手相をバーン見してくれるのが一番わかります。いい部分も悪い部分も言えますからね。気をつけてね、も言えますからね。まあ、相手がいなかったらこうやってカードでね、見るんですけれども、まあ、大体やってもね、70点出たらいい方ですよ。90点、100点なんて、まあ、めったにないですわ。俺、そんなもんやと思いますんで、カップル、夫婦にしろね。そんなもんやと思いますね。あとの30点をどうするのか、妥協するのか、言って改善して、その都度話し合うのか、そんなもんやと思いますので、何にも言わんとうまいこといくとは思わないでください。もうお互いやっぱりね、言いたいことはもう吐き出す方がいいと思いますし、お互いのそのストレス発散法は、持たないといけないと思いますし、ある程度許してあげないといけない部分も出てくると思いますし、それも一人が一番楽なんですからね。それが二人になることによって、まあ、ただね、1たす1が2にも3にもなりうるわけですし、悪いことばっかりじゃないんで、まあ、不安の方がやっぱりね、それやっぱね、一生のうち1回であるに越したことはないんで、40年、50年一緒でいるつもりでもね、別れたりということありますしね、不倫のカップルもよく来られますんでね、まあね、もう何十年経ってね、お互い破綻してると、もう別にもう旦那に抱かれる気もないと。で、またこっちはこっちでね、家庭を持ってる男の人とくっついちゃって、ね、先生、こんなんしてていいですかとかで聞きはるんですけどね、まあ、色ごと否定しない神さんもいますんで、ここでもお参り行って、あとがいバレんようにうまいことやりなはれと。もうそんな破綻しててもどうしようもないいうところには、僕もそう言います。バレんようにうまいことやりなはれと。そこお参り行ってから、先生、あれからなんかうまいこと言ってますわ。ああ、そうですか。僕も言いますけどね。まあ、やっぱりもう夫婦になった以上ね、夫婦ずっと仲睦まじくやれるに越したことはないので、そこはまあ気遣いながら、ね、錦織君も表になるでしょうけれども、まあ、そこは嫁はね、きちっとやってあげないとあかんと思いますし、
アコちゃんがどんな感じか分かんないですけど、まあ、これね、あのね、男が浮気するもんやってみんなね、世間的には言いますけどもね、女性はそれを隠れ蓑にしてね、うまいことやってますよ。はい、男も女も変わんないですよ。はい、そうならないようにお互いを気をつけながらね、まあ、刺激もこう求めながらねやってください。はい、いろんなこと、あの、うちちょっと冷めてるんですけど、どうしたらいいですか？はい。あの、質問ある方、うち来てください。全部教えてあげます。はい。ということでございますので、西堀圭君、水木あこちゃん、ご結婚おめでとうございます。いつまでもお幸せに。バイバーイ。はい。ということでね、様々なロッキーグッズも販売中でございます。はい。